マンジー。どうも、シロのシルです。今回ですね、超究極風ビデルザの後付け解説やっていきたいと思います。もしね、超究極まだクリアしないよって方はね、概要欄の方に超究極の方載せてるので、そっちを見ていただければなと思います。で、今回風の攻略なんですけれども、基本的にクエストは変わらず、風と普通のに関しましの違いに関しては、ワクワクの実が、発動してるかどうかと紋章が発動してるかどうかっていうところになってきます。やり方としては、コンテナに触れて、敵を倒していく、ゲージ攻撃を減らして、攻撃を来ないようにしていくっていう戦い方がベースになってきます。で、まずはプヨがいると思うんで、しっかりプヨの処理から始めて、コンテナの通りをよく、コンテナを取った上でボスや雑魚に触れれるように雑魚処理をから始めていきます。で、弱点が10倍攻撃通るってことで、こんな感じで、結構僕的に阿弥陀の初手が大事かなと思います。阿弥陀の初手というか、阿弥陀が地雷を持ってる時が結構狙い目なのかなと思います。なんでこういう雑魚処理とかするときは、阿弥陀以外のキャラでやるのがいいのかなと思います。で、今回超究極風に関しましては、阿弥陀3体と、アムロ3でいってます。で、結構ゴリゴリ限定パーティーではあるので、打ち方とか意識するポイントとか、そういったところを参考にしていただければなと思います。で、そんな感じでバトル3ですね。で、ここは鬼が下ですと4、上ですと5っていうのが、即死攻撃になってるので、まずはそこから処理することを心がけてやっていただければなと思います。で、左上と右上にいる雑魚のこのゲージ攻撃に関しましては、必ずというか、減らしておいた方がいいと思います。2体攻撃一気に食らうと結構きついので、1体残す分ぐらいなら僕はそこまで気にしなくていいのかなとは思います。で、雑魚に気を取られるんじゃなく、中ボスにも先、今2のところですね、ゲージ攻撃あるので、しっかりボスも削るのを忘れないように、中ボスですね、その中ボスを削るのを忘れないようにしていきましょう。で、ここで結構厄介なのがシールドンですね。結構シールドンに触れちゃってコンテナの、ゲージ使っちゃうとかっていうのは結構多いと思うので、余裕がある方はシールドを破壊するでいいと思うんですけど、基本的に中ボス殴ってたら、ミスってこう変なとこ入っちゃったとかでシールドを壊したとかっていうのもパターンも全然あり得るので、基本的にはシールドを壊しに行こうって意識するよりも、中ボスとかボスを倒しに行くことを意識して打っていただければなと思います。で、バトル4、僕ここ意外とちょっと苦手だったんですけども、ここがまず鬼ですね。鬼の即死が思ったより、4ターンなんですけども、結構思ったより僕のイメージが早いなっていう印象があります。で、アムロさんで殴って分かる通り、あんまり削れないんですよね。ただ阿弥陀の地雷を持ってる状態でいくと結構削れるので、阿弥陀で必ず鬼をより多くこんな感じで斜めに打って倒していくのがベストなのかなと思います。で、上を先に処理すると、下はその1ターン遅れて即死が来るので、ゆっくりと言いますか、上をパパッと最初に倒せるとより楽に倒せるのかなと思います。僕はちょっとミスっちゃったんですけど、しっかりね、ミスらないように。で、こう安室さんで必ず絶対削らないといけないっていう風になっちゃったんで、こんな感じで1箇しか売れてないですけど、結構友情もわりかし入るので、ただ友情に期待して攻撃しないように、もう基本的には直殴りのステージと思っていただければなと思います。ではボスですね。ここに関しましては結構配置が良かったっていうのもあるんですけど、しっかりコンテナに触れて、鬼をかけて削っていくと。で、やっぱ配置が良かったので、シールドンも一緒に壊せたっていうのがでかかったかなと思います。こんな感じでしっかりまず安定して鬼を倒していくことが大事かなと。で、こんな感じでゲージ攻撃を食らっちゃうと、割かしダメージ大きいので、特に重なってる状態だと結構ダメージ入るので、それを1体残したとしても結構きついかなと思います。で、今さっき SS 打ったんですけど、角度結構つけ目に打っていいと思います。角度つけ目に入ることによってコンテナに多く触れ、弱点に触れやすいかなと思います。薄すぎると弱点たどり着く前にコンテナ使い切っちゃうので、割かし角度つけ目で入って、かつ2個以上コンテナを踏みにしましょう。で、ラストですね。ラストゲージは、しっかりまずは最初にプヨの処理から入っていく。
でここでやっぱ風の難しいところはあのワクワクの実平面削りがこれちょっと使えないっていうのは結構痛いかなと思います。平面削りがとにかく結構強いので平面削りがちょっとないっていうのがちょっと風の難しいところではあるかなと思います。で安室さん使う方はもう網だとか結構打ってっていいのかなと思います。結構早い段階で網打っても安室さんで結構溜めれたりとかもうプラスアルファ遅延も入るので安室さん結構強いと思います。こんな感じで鬼もしっかり処理するのを忘れないようにしていくと。でここの最終ゲージなんですけどシールドンが結構いやらしいところにあるのでまあでもボスを狙ってたら基本的にシールドンも破壊できると思うのでそこまでシールドン破壊にこだわろうとして打たなくていいと思います。で今見て分かる通りコンテナこれ6から5ってことで1回しか触れてないんですよ。1回しか触れてないってことはボスまでたどり着くまでにコンテナ使っちゃうんですよね。なんでなるべくコンテナに多く触れつつ直接ボスに行くような角度で打つ。なんで薄めってよりかは基本的に分厚めな感じがいいのかなと思います。これもぐるっと回って弱点に行こうというまあ目論見ていますか。それでいってるのでこんな感じでまあでもあんまり削れないんですよね安室さんとかだと。こんな感じでコンテナに触れた上で弱点に直接触れる。でこれも斜めに入ってコンテナ2回ぐらい触れて弱点いくっていう感じですね。こんな感じでまあ地雷を持ってないのでちょっとダメージ量的にはちょっとまあいやいや若干厳しいかなと思うんですけどこれを繰り返して倒していくっていうステージになってます。でこれもなるべくコンテナにより多く触れつつこんな感じで触れるとっていう感じで、まあ、コンテナに触れて弱点に当たる。で、弱点が10倍ダメージのことなので、まあ、しっかりコンテナに触れた上で弱点を殴っていくってことを意識しながらやっていただけたらなと思います。まあ、今回ね、この動画は、まあ、打ち方とか意識することを参考になったなと思った人は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。では、次回の動画でお会いいたしましょう。